引きこもりを卒業した男、あきみろです。はい、続きやっていきます。今回は呂布を攻めていきます。まあ、呂布のトータルヘッスもう6万とだいぶ減りましたね。まあ、下の孫権軍も攻めてきているので、結構呂布は守りきるのきついんじゃないでしょうか。とりあえず孫権が滅亡に追いやらないように気をつけてやっていきます。またはざっくりですけど、劉備も23万、孫権20万、曹操6万っていった感じですね。まあ、馬頭軍も一応見ますか。20万って感じです。まあ、基本馬頭軍は、まあ、ここに投石台作って攻めてきたところを数減らすっていう手法で、あまり大量に兵をキープされないように維持しながら、曹操軍は前回で石壁作ることに成功したので、まあ、直近は帰るんですけど、また巨匠が戦場になって隙が出たら、ここら辺いろいろ作っていったりしていきたいと思います。はい、長領がクラウディアの方に来ました。やべえな、これ。リラ向きになってたのになぜクラウディアになった。これは想定外です。他の部隊はまだリラ隊のままですね。ですね。なんだ、長領は急に、リラは危ねえけど、クラウディアならいけると思って方向転換してきたのか。曹操軍、やっぱり部隊出してきましたね。どうしよっかな。投石台と力を合わせれば勝てなくはなさそうなんですよね。こっちはラッチを狙ってきてるのか、やっぱり狙ってきてますね。ただだいぶ遠回りする必要があるので、これならラッチは戻れるかなと思ったら、初突でラッチまで敵に向かおうとしています。戻ってくれ、頼むから。こんな石壁越しでも初突反応するんですね。恐ろしい。でも一番恐ろしい長領との戦い見ていきます。一応ライザー、勝見、リラと3部隊向けました。行くとせっくらい止まったら一騎打ちです。これは分からない。 101vs96、 そんなに差はないです。カキーン、リラ頼む。あー、押されてる。リラ、リラ押し、やり返した。しかも威力でかい。いれいれ、長領 KO です。ざっとこんなものよ。素晴らしいわ。そして一騎とせかます。長領取られた。やりました。大軍を落としました。やべえ、城から届いてる矢が、リラが無駄に兵減らしちゃう。そして劉表、やっぱダメですね。やっぱ殺してはいけない人を処断してしまったんでしょうか。お、2連休。まあ1400しかないんで絶対終わりでしょう。各種さん撃破。環球港とかライザ隊に狙いが切り替わってますね。もうリラ隊じゃない。とりあえずちょっとリラは下がりましょう。この位置もあかん。では、かひまわり見ていきましょう。とりあえずリラとライザ、なんでクラウディアそっちルート選んだ。今クラウディア今回に戻すよう指示したんですけど、天の歓声のとりあえず止まったらもう終わりか。曹操軍、なんかラッチを追って医師に侵入してきてますね。一応ちょっとつの効果逃れてここまでは来てるんですけど、入るまでこいつら撤退しなそうな気がしますね。曹操軍荒らしてくれるな。ではかひまわり見ていきましょう。天の歓声即使います。くらえ。これで一部隊は倒せたかな。ズドン、よし、オッケー。環球港撃破。そして投石降格で、他の部隊もなんかやられたのか去っていったのか分かんないですけど、いなくなりましたね。長領を返してか、なんかアイテムと交換できるようだったら返してあげたいですね。どうだろう、長領ぐらいだったら関飛ばとか取れないかな。関飛ばが取れれば呂布も捕まえられることができるんですよね。どうだ、おいおい、長領と関飛ばどっちが大事なんだよ呂布。ウキンたちは巨匠に帰りましたね。よかったー。なんとか長者の負は守りきりましたね。これで投石台と砦もまだ一応残ってはいます。捕虜になって脱走して在野になっていた太子寺が我が軍に仕官してきました。本当に在野にいる武将がしょっちゅう我が軍に仕官してくるんですよ。その度心を鬼にして拒否してるんですけど、こういう超優秀な武将拒否するのは最もきついです。精神的に拒否。そうですか、残念です。仕方ありません。他を当たりましょう。行かないで、太子寺。
劉備軍、巨所と燕を今攻めようとしていますね。てか、まあ燕はもうすでに攻めています。これはまた巨所に何かちょっかいを出せるチャンスですかね。ちょっと若干破壊されてしまった投石台と砦を直しに行くのと、ラッチでこの燕領を取りに行きましょうか。ただちょっとまだ早いので一旦この魚と石のあたりで止めておきます。そして大変な事態です。光陵がもう孫権軍に落とされてます。これはまずいな。すぐ下か。孫権軍と戦う時ももう近いようです。呪州も今攻めてて、どうだろう。まあ上に我が国ですと3000、3000が戻ってるんで、これが間に合えばなんとか呪州は守りきれそうな気はしますね。ちょっと呂布もう一回外交で長領返してって言いに来ないかな。もうちょっと優しめのアイテムにして長領返したいところですね。クラウディア北海に戻ってきたので、ちょっと方へ、あ、その前にちょっと官職を変えましょう。結構大将軍になってから官職あんま上げてないんですよね。コロカに引きこもっている国相と方三条に上げたんですけど、結構戦場に出たっきりのメンツはそのままです。ちょっとクラウディア一番上のこれにしましょう。今7000なんですけど、これで8000にできます。 OK、 改めて砲炎の8000で出撃させます。曹操軍、劉備軍に対して兵出して結構隙だらけなので、今のうちに燕領取りに行きます。もうラッチはちょっとずつが怖いんですぐ返します。で、問題は豊見隊なんですよね。こいつら一応観光隊に攻撃になってるんで大丈夫だとは思うんですけど、近くに行くと方向転換してくる可能性があるので、はい、今のうちにこのすぐ目の前に軍楽台作っておきましょう。可否回りなんですけど、残りのこちら杭を落とせば包囲占領が完了するので、もうそれができたら速攻落としに行きます。ちょっと勝者2台あるので結構時間かからないはずです。ちょっと孫権軍がもう呪州も落としそうなんですね。残り957、これが入ってこれも入ればちょっとワンチャン耐えられる可能性あるんですけどね。上から呂布も1500来てるんで、ただちょっともう取られることを考えて、こっちももう勝敗攻める準備始めていきます。呂布が長領返してってまた行ってきました。ちょっと名品の価値のレベルを落として挑戦してみようと思います。どうだろう、長領20ぐらいならいけるかな。ちょっと20のものをなんか選んでみようと思います。知力プラス5の装置、これならどうだ。よし、来ました。巨所回り完全な戦闘に入ったんで、もう軍楽台も完成させたんで直しに行きます。りょっちゃん、なんか知んないんですけど、呪春の援護をやめて投石台を狙ってきました。これどこの投石台を狙ってきたんだ。まさかとは思いますが、この可否回りか、ちょっと読めないですね。ちょっと呂布の動きを見ていきましょうと思ったら帰ってった。あ、宝山城が馬頭軍で捕まえた呂外さん連れてきました。親愛武将いるな、捕虜にでもしておくか。はい、包囲占領完了です。これで可否の城に一気に攻めたいと思います。巨所周りもう劉備軍片付けちゃったみたいです。この文平さんはもう深夜に戻るよう指示になってました。こりゃ豊見も返しましょう。無理だ。そして呂布の狙いはこちらの投石台でしたね。ちょっと撤退していかないので、この投石台若干壊されちゃいそうですけど、まあ左下の投石台で呂布は倒してくれるでしょう。馬頭が呂外返してって言ってきました。ちょっと名品と交換できないか試してみます。あ、価値5、これならいける。ちょっと退却確実の馬をゲットして、勝美とか柳美とか負けそうな武将に配っておきたいと思います。いや、そういう意味では豊見の方がいいか。まあ、とりあえず交換です。どうだ。価値5とすらダメだろ呂外さん。かひまわり、勝美ももうここまで来たんで突っ込みます。まあ、リラが一番早く着くはずなので、リラに向けて舞台出してきたら一気当選かましてやります。では可否攻略戦見ていきましょう。はい、リラ接近しました。舞台出してこないな。ヒア打っちゃおうかな。ダーン。可否攻略戦続きを見ていきましょう。はい、勝者2台の威力半端ないです。もう壁半分です。このターンで落とせるんじゃないでしょうか。お、柳見の統率が63になりました。どん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 。はい、もうあと1段階で終わりです。
ダンダーンダンダーン、恐ろしい、終わりました。勝者2台あればもうあっという間に壁破壊できますね。可否を制圧しました。やったね。今回捕らえた武将の中にちょっと一人確定で女性武将の配偶者、この新義録さんいました。この方は投与ですね。でもう一人この孫光さんの知り合い、これなんて読むんですかね、万子わかんないですけど、この死ってつく人って大体女性が多いんですよね。ただちょっとわかんないんで、一回投与仕掛けてみて、まあ来るかわかんないんですけど、もし来て、この万子っていう人、もし女性だったらこのまま、うちの軍に置いといて、もし違ったら即追放します。ということで、一応投与試してみます。はい、断られました。どっちにしても全員捕虜です。いや、違う、待て。ちょっと誰もいないやつは処断するんだ。配偶者や親愛誰もいないのこのリフクさんだけでした。さよなら。このようなところで、さらば。あとは全員捕虜です。これで可否の城を落とすことに成功しました。実はもう呪春孫権に奪われています。なので呂布の残る都市はこの勝敗のみです。てか今気づいたんですけど、ここに戦費出てきて補給のところに、危ねえこれ。ちょっと撤退というか別ルート行かせましょう。ちょっと戦費に気を取られちゃいましたが、気を取り直して可否からもう勝敗に攻めようと思います。なんか今回は兵糧が落とした直後なので10万くらいあるんですよね。ちょっとここら辺に補給部隊は連れてきてたんですけど、その補給部隊を待たずしてもう攻めることができそうです。ただあんまり兵減らすぎると下の高領から攻められる可能性があるので、そうだな、5000ちょっとでもリラたちがいるので、これは明美呂と柳美の2勝者だけ出します。あとはどうなんだろう、ちょっと待ってくださいね。呪春で結構捕らえられてるのかな、呂布軍の武将が。あ、結構捕らえられてる。女性武将がいるかどうかですね。あ、いない。OK。ここは OK ですね。で、あとは考慮。こっちにも捕らえられてなければ、もう容赦なく。あー、いる。あ、でもこれ孫子と孫露藩は、もともと孫権軍の武将なので、この都市だな。都市だけ関係してるぞ、呂布軍。捕虜。87。うわー、しかもこの人、ちょうど、さっきなんか捕虜で関係あるって言った女性だ。この人だけちょっと解放されるの待たないとですね。くそー、タイミング悪いなー。ちょっと勝敗の下の歩とかを取りながら、孫権軍に手出しさせないようにして、なんだろう、呂布の勝敗の兵も増えないようにしながらと、うまくとりあえずやります。あの都市がいなくなった瞬間も勝敗を落としに行きます。そして曹操軍、援がかなりピンチな状態ですね。もう劉備軍がここまで来てます。なので大至急援軍をってことで部隊出ているので、ちょっとこれまた、ここを強化するチャンスですね。豊臣まだ城に戻りきれてなかったんですけど、再び向かわせます。呂布が3名の武将を解放してくれと言ってきました。まあ、全然返していいんですけどね。またなんかアイテムと交換したいですね。さっきと同じ知力5やってみますか。ちょっと長領ほどの価値があるかどうか。ダメか。3人揃っても長領に勝てず。古老館前の投石台前、すごいことになってました。戦費が出てきたせいで、馬頭軍が迎撃部隊を出してきて、投石台を直そうとしていた、宝山城と国将との戦いになってます。これは嫌だな。余計な兵減らされちゃうわ。リラももう可否から出撃させます。とりあえずどうしよっかな。下に対して石壁とか作るかとか、下に対して今投石台とか何の対策もしてないんで、ちょっとそれをやりに行きます。では古老館前の戦いを見ていきましょう。ちょっと国将もなぁ。あー、馬頭軍とちょうど2対2の感じになっちゃいました。長打は平地ではちょっと弱いんで。おぉ、やめてくれ。どうだ、75対73。一応2位勝ってます。女の意地の張り合いってやつですね。頼むぞー、宝山城ー。ナイス、いきなり必殺かましました。いいね、いいね。押してる、押してる。そこ、よし、ギリギリの勝利です。
オッケー、ざっとこんなもんや。大山町の武力が1上昇しました。よし、国将の技も炸裂。でも宝山城もう兵がない。これは負けですね。宝山城捕まんないでくれよ。孫権軍、早速こっちにちょっかい出してきました。線できてますね。狙いは、はい、この海星港なのかなですね。取りに来ました。どうすっかな、迎撃すっか。間に合うかちょっと怪しいんですけど、やるだけやってみます。さあ引き続きコロカ見ていきましょう。ちょっとリラー息投戦がついたらすぐ放ちます。よし、捕まりはしなかったです。バウンリュー撃破です。うっそーって言ってましたね。息投戦光つかないな。うわー、敵海星港から撤退したようですね。で代わりになんか甲冑周遊で、これ誰、定時定子っていう3部隊が来ましたね。マジか。では孫権軍との戦い見ていきましょう。リラに近づいてきたら速攻一騎当選です。あーでもこの頑固にはもったいないな。甲冑来たら、甲冑来たら、あと一歩、あと一歩、甲冑来い、甲冑来い。はい、停止撃破。よっしゃ、速攻一騎当選です。くらえ、これで甲冑を倒してくれ。そうすれば2対1は避けられる。ゾン、よし、オッケー。さすがリラですよ。これで周囲と一騎打ち、一騎打ちならいける。では平坦切れになっている周囲を倒します。リラー戦法使えませんけど、投石台とリラの攻撃でいけるでしょう。はい、撃破です。呂布が再び3名返してって言ってきました。ちょっと20の価値のものはダメだったので、ランクを下げて15のものを選んでみたいと思います。孫賓兵法ちょうだい。ダメか3人いても。そういえばだいぶ前ですけど、あの火火落とした時にバンシバンシ言ってた人、この藩士さんでしたね。孫権軍の人です。まあ、ちょっと火火の城に捕らえてる人たちも忠誠下がったかな。捕らえた直後はみんな忠誠100だったんで、とてもじゃないけど仲間にできなかったんですよね。てか見てくださいよ、この在野の数を。もうこんなスクロールしても在野ばっかりなんですよ。みんな追放してるから。もうすげえ士官ばっかりしてくるんですけどね。ああ、もう脱走されちゃってますね。残り3人しかいない。まあ、呂布軍滅亡させた時に改めて仲間にしましょう。孫権軍のリクソン、両毛、諸葛金の3部隊がリラを狙ってきました。まあ、こっちも投石台ちょっと作り始めているので、ここで迎撃したいと思います。あと公領にいる都市だったかな、女性武将まだ脱走してくんないんですよね。ここにいたままです。捕虜忠誠80、この方が出てくれないと呂布軍落とせない。今勝敗周りもこんな感じですね。あとこちらの歩等さえ取ってしまえば包囲占領完成です。もうそしたら一気に落としたいんですけどね。トシさん早く脱走して、マジで。ではリクソンたちとの戦い見ていきましょうと思ったら逃げていきました。お、どっかの勢力が滅亡しました。どこだ、オーロー軍が滅亡しました。また孫権大きくなりましたね。リクソンたちまたリラ狙ってきましたね。よくわかんない動きしてるな。まあいいでしょう、迎撃してあげますよ。さあ、リクソンたちの、って、また逃げてった。あ、でも、チンギスカンが攻めてきました。では、チンギスカンとの戦い見ていきましょう。と思ったら、また帰っていった。孫権軍は何がしたいんじゃ。呂布が、再び外交で捕虜を返してって言ってきました。もう、10です。一番下のやつでやってみます。ダメ10ですらダメなの。本当に襲ってくるのか分かんないですけど、リクソンたちとの戦い見ていきましょう。あ、今度は来た。リクソンに来とせはもったいないな。両方に使いましょう。後から鉱石隊も出てきましたね。狙いはリラ隊です。いいぞ、どんどん出てこい。これで兵を削ってやる。下にいるヤンはクラウディアか。では両方を倒していきましょう。来たな。あー、でもなんかもったいないな。後ろの4500に使おうかな。そうしましょう。とか言ってるとなんか永遠に使う機会なさそうですけど。はい、両方撃破。しかも捕らえました。ほら、光月さん近づいてきなさい。駆逐とか遠くからやってきやがった。
はい、呂布軍に包囲占領完成です。もう早く勝敗攻めたくて仕方ないっす。引き続き孫権軍との戦い見ていきましょう。よし、近づいてきた。あーでもなー、ヤンが6000なんで7センチかかるんで、ヤンに使いましょう。ヤンもう一歩来い。よし、光崎さん撃破。もう一歩来い、ヤン。ヤン、もう一歩、もう一歩。来ないー。はい、ようやく光陵から都市がいなくなりました。大丈夫だよな、一応所属を見ておきましょう。勝敗、女性、あ、来ました、都市帰ってきました。これで勝敗に攻めることができます。ちなみに巨匠、もう劉備軍が落としそうです。そうそう、なんか馬頭軍にも武漢めっちゃ狙われてたみたいで、兵をあっちこっちあっちこっち移動させて大変だったみたいですね。馬頭軍の方はその曹操を相手にこういう部隊を出してるので、そんなにこっちに攻撃仕掛けてこなくなりましたね。なんかこの石壁一個ここに作ったのが大きかったのかもしれません。なんかこれ作ってから来なくなったんですよね。あとここの歩をさりげなく取っちゃいましたとかも関係してるかもしれません。ちょっと結構中途半端っちゃ中途半端なんですけど、結構いい時間プレイしてるので、今回はここでやめようと思います。ということで次回は、まあ、孫権軍のヤンを倒し、勝敗を落とし、呂布軍を滅亡して女性武将をゲットしに行きたいと思います。いやー、武将増える時期が来たのは嬉しい。そしてなんか291年までに呂布を落とすとか言ってたんですけど、呂布が結果的に光陵とか寿春とかジョナを奪われたことによって、結構早い段階で目標達成できちゃいそうですね。まあ残りの期間はどうするか、また次回以降のパートで考えていきたいと思います。この動画暇つぶしになったなと思ったら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。